大大カフェさん、はい、大大カフェさんね、行きましょう。じゃあ、はい、カフェメニューなんか1時間、うん、カフェメニュー、いいですね。ね、うん、ピザもあるし、フレンチトースト、ちょっと結構食べる系もあって、うん、あ、私後でアップルパイ食べたいです。いいね。はい。どうしようかとかもありますが、ドリンク、ドリンクもコーヒー、うん、おすすめですよ。だからコーヒーこだわりがありそう。うん、コーヒー美味しかった。すごいこだわりがありそうな。こっちもドリンク、うん、いっぱいあるレトロですね、クリームソーダ。ああ、そうですね、うん、クリームソーダ。夜カフェ、夜カフェに、あ、そう、金曜だって夜カフェあるんですよ。あとはちょっとこれあるよね、つまみみたいな、うん、お酒もあってあるね、はい、で、お酒もあるか、うん、アルコール。はい、今日の日替わりは何ですか？ハサミのフレッシュソチーズぐらいです。それもいいね。それもいいね。ひだわり1と生姜焼きもできますか？はい。生姜焼き。生姜焼きと。したりとか、あとは
大にしたりとか、基本的にはまあお肉中心、お肉が結構多いですね。だからもう一から全部手作りいうことですね。クリームソーダのザクロと、コーヒーのブレンドと、アップルパイとガトーショコラお願いします。おー、細っ。そう、すごいね、これ。すごいよ、私喧嘩した。私のお母さんも、この色、うん、シュワ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 。あ、でも飲みやすいですね。つけてもいいし。美味しそう。美味しい。美味しかったですね。美味しかった。ごちそうさまでした。またね、このシリーズやりたいよね。はい、お願いします。なんで代々っていうんですかね。あ、聞いてないですね。本当だな。ちょっと聞かんといけないね。そうそう。ちょっと待ってますんで。ちょっといいですか。呼んじゃった。なんで代々っていうんですかっていう質問が今来まして。いいんですよね、みんなこれはなかなか。そうですね、読まない、はいはい、難しい。よっぽど代々色が好きだったらっていうと、あんまり読まないんで、DAIDAI と、はい、なんで、はい、それで代々と。そうですね、分かりやすいかもですね、そうですね、そういうことです。はい、ありがとうございます。代々カフェさんに来て美味しかったです。ね、雰囲気も良かったよね、レトロな雰囲気。あの昭和レトロな、ね、感じがすごい良かったです。2階席だったらゆっくりできるかもしれない。もしかしてでかくなっちゃったやつですね。まあ、ずらせやすということで活動しています。はい、まあ、あの何をしているかというと、要は、デジタルとアナログの融合を目指してまして、アナログの実店舗をバズらせるための活動をしております。さっきのお店みたいな感じですか。あ、そうですね。あ、そう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 、あの一人で一生懸命頑張ってる人とか応援したいし、そう、ね、もともとチョアチキンの時もね、メッセンターの時も実はやってたんですよ。詳しくはこちらまで出ない出ない。なんかあるんですか。出ないあ、なんかあるんですか。URL ってあ、ありますあります、後で送ります。あ、わかりました、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、OK。 この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。